こんにちは。アマゾン輸出サポーター、堀秀夫です。今日は2020年1月1日です。明けましておめでとうございます。今、私はこのアマゾン輸出副業ビジネス副業セミナーということでね、えーまあ、以前書いたアメリカアマゾンの輸出の本、まあ、その目次を、まあ、ほぼ同じ構成でオーストラリア版を作成しています。 これを見てね、そういえば新年、まあ、つくづく思ったのが、やっぱり今ね、オーストラリアアマゾン、まあ、すごいチャンスだなというふうに思いました。まあ、以前、アマゾン室に取り組んでいただいた会員さん、ね、売り上げの実績、まあ、この3万4千ドルとか2万ドルとか、まあ、普通にもう一人でマイペースで、まあ、サラリーマン時代、あるいはね、自分でやってた本業の仕事以上に稼げてると。月に。 50万から100万円ぐらい稼いでる会員さんいらっしゃる。他にもまあ今ね、半年で30万という目標にしてますけど、実際自分が目標にした金額、本当に必要な必要とする金額をね、稼ごうと思って真剣に取り組んでもらって、素直にアドバイスを実行してもらって、達成してない人がいないです。これね、はっきり言って異常な事態。なぜなら、 稼ぎたいけど稼げたいとかね、稼げないとか、まあ、えー、頑張ったけど結果出ない。あるいはね、素直に言うこと聞いたけど全然うまくいかない。えー、これが普通です、えー。変な言い方ですけどね、あの、オーストラリアのアマゾン出じゃなくて他のものに取り組んだら、ね、選択がアドセンスで稼ごうとかね、えー、あるいはアフィリエイトで稼ごうとか、 ま,あまたわけのわかんないね、投資とかね、分配とか、まあそういう選択、まずい選択をしたら、まあ楽に稼げるはずが、逆に全然ね、頑張っても稼げない、いや、稼ぐどころか楽にね、お金順調に減ってって損してますというのがね、普通の、まあ、稼ぎ方とか、ノウハウっていうものです。ところが、オーストラリアアマゾン出に限って言えば、ね、今すごいチャンスで。なぜかというとね、やっぱりね、 アマゾンってほんとすごいなというふうに思いました。えー、思いましたっていうかね、常々思ってるんですけど、まあ、改めてね、えー、何か他のやり方でね、えー、稼ぐことができるのかな。えー、最近ね、まあ、他の商材なんかの操作相談もあるんで見てみたんですけど、やっぱりね、えー、オーストラリア,アマゾン質以上の、えー、ものはないだろうというのが結論です。というのがね、えー、何しろ、商品探し以外何もしなくていいと。 これ、アマゾンがなかったら、えー、サイトを作るとかね、えー、信頼性を高めるとか、買う気にさせるとか、ねえー、買ってもらった後にね、えー、クレームにならないようにしっかり届けるとか、それぞれが結構大変です。で、まあ、一人でやるっていうのはまず不可能ですね。えー、何人かを、人を使うか、まあ、良さそうなサービスをね、外注サービスを使う。 でもね、良さそうに見えても全然ダメなサービスとかね、ある日突然ね、サービス打ち切りしちゃうっていうのがまあ普通のサービスなんで、まあ、そう考えると安定したサービスを提供していて、えー、なおかつ、ね、商品を載せればもう勝手に売ってくれると。まあ、カタログ作りのノウハウとかね、広告の使い方のノウハウはありますけど、まあ、それをやればね、より稼ぐかもしれませんが、少なくとも商品を選べるだけでね、今の本業以上に稼げる。 サラリーマンの収入の何倍も稼げる、こんなの他にないとで。現に今現在、アメリカアマゾンがそうであるように、このオーストラリアアマゾンもね何年か経った後に、えー、じゃあ儲かってるみたいから参入しようと思って参入してもね、まあ、多分時すでに遅しいで新規参入者にはかなり厳しい市場になっていると思います。まあ、現に今ねアメリカアマゾン 小売りから買ってきたものを転売して稼ごうなんて人は全然もうお呼びでないという感じなんでね、稼げないどころかすぐアカウント削除されちゃうと。ところが3年4年前から続けている会員さんはね、同じこと小売り転売をやっているのに問題なく稼げているという、ね、現実があります。何に参入するかも大切ですけど、参入のタイミングも大切と。 で、ね、昔から考えてみると、私はまあ、ほぼ物販で稼いできたんですけど、ヤフオクね、えー、使うといいとか、楽天がいいとか、モバークがいいとかね、いや、アメブロとかツイッターを使ってね、独自サイトを使うといいとか、いろんなのありました。それぞれね、えー、やっぱ稼ぎやすい時にはすごい稼げました。で、今現在、今言ったようなね、えー、モバーク、モバークなんてもうありませんしね、えー、独自ショップで、えー、アメブロと、えー、ツイッターで集客して売りましょう。 まあできないことはないけど、Amazon 室で稼ぐのに比べたら、格段にやることが多い。Amazon 室は商品見つけるだけ。えー、1項目だけですね。でそれに対して、えー、ネットショップ、自分の独自ショップを使ってやろうという形だと、項目がね、10倍、20倍に増えます。ね、やることは10倍、20倍に増える。でしかも、10倍、20倍に増えた中の、どれか1つでも、ねえー、標準より著しく下回る出来のものがあったら、全く売れないということになります。 まあそう考えるとね、商品探すだけで、えー、本業の何倍も稼げると。まあ本当に、えー、今、すごいチャンスの時期にいるんだなというのを実感しました。実感しましたとか再確認しました。まあおかげで私もね、それを教えることによって、まあ、えー、好きな場所で好きな時に働いて暮らしてるわけですけど、まあ、もちろんね、会員さんも、えー、同じように、えー 商品探しを、ねえー、もうマスターしてしまえば、あとはね、まあ、仕組みを作って、まあえー、ずっと家に張り付いて荷物を待ってなきゃいけないというような状態じゃなくすることも可能です。えー、そんなね、た、えーまあ、多分ね、このチャンスを逃したら、まあ、今後5年、10年は同じようなチャンスってないんじゃないかなというぐらいね、まあ、今年オーストラリアアマゾン輸出に取り組むのは非常に効率のいい稼い方ね。ね もうバブルとと言っていいと思い思ますそういう時期に来てますんで、まあ、今年1年ね、ね商品探ししっかりして稼いでいってください。いろいろね、もし迷うことがあったとしても、冷静に考えて、やっぱりね、今の、えー、いろんな日本でできる稼い方の中で、オーストラリアアマゾン輸出以上にリスクとリターン考えるとね、リスクほとんどない。 ローリスク、あるいはノーリスクで、まあ、ハイリターンという稼い方はないんでね、まあ、集中して商品探し、やることは何しろ商品探しだけなんでね、え、まめに連絡や相談していただきながら、商品探しに精を出していただければと思います。また、今年もよろしくお願いします。ご報告、ご質問お待ちしてます。アマゾイスサポーター、堀秀夫でした。